ほい。続いてのニュースです。マディス社の近衛明社長はパイナップル社との共同プロジェクトを発表しました。世界的 IT 企業のコラボレーションに専門家の間では期待が高まっています。ねえ、あれ、はい、皆さんご注目、こんばんは。そしてお久しぶり。俺たちを覚えているか。私たちは心の怪盗団、ある人物を改心させるために再び参上したよ。人の心をもてあそぶ女、ヒイラギアリス。偽りの光で人を貶め、優越のために傷つける、そんな奴を私たちは許さない。あんたが奪った人々の願い、今宵我々が頂戴する。私が集めた願いを。ふざけないで。あれは私のもの。あれがあるから私はキング。あれがあるからないと私は。いいよ、待っててあげる。思い通りにならないおもちゃはいらない。今度こそ確実に壊してあげる。ふっふん。行こう行こう。行くぞ。行くぞお前ら、アリス。よし。こうしてるとやっぱり我が輩は怪盗が性に合ってるって気がするぜ。暴いて。気になるものがあるな。一気に片をつける。敵が減ってきた。そろそろ決めるぜ。見ろ、この鎖上の方に繋がってる。施錠が解けて落ちてきたみたいだな。これを渡れば願いのある鳥かごまで一直線だ。おい、そっちじゃないぞ。おお、こいつはでかっ。なんだあのサイズ。でもよかった、ちゃんと実体化してるね。ハレスと同じ方法が通用するか不安だったが、うまくいってよかったぜ。よしスカル、早速運び出せ。いやいや、さすがにでかすぎんだろう。どうする、あんなの盗めなくない。どうしたものかしら。
なんだ。あいつは。アリス。やはりこうなるか。ダメだよ君たち、勝手に入ってきちゃう。私の集めた願いどうしようっていうのかな。あ、君確かジョーカー君だよね。私のものになりに来てくれたのかな。怖いの。女の子には優しくしなきゃダメだよ。ヒイラギアリス、お前がやってきた悪事全てを見通した。強制的に人の願いを奪い貪り、クグツのように従わせてきた。無茶な告白を強要し、何の罪もない男女をもてあそんだ。自分の店まで開いて詐欺みたいなことして貢がせてたろ。偽りの戒心を操り、人々の心を無残に踏みにじったこと、これ以上感化できません。あんたの歪んだ心、怪盗団が叩き直してあげる。高牧さん、とっても綺麗な人。あなたにはきっとわからない、私がどんな気持ちで生きてきたか。囚人であったことを言ってるの。どこでそれを。全部知ってる。あんたがいじめられてたことも、惨めな思いをしたことも。でも私は。ああ、そうなんだ、知ってるんだ。変われたと思っても、どこまでも過去が私を追ってくる。惨めだよ、本当に惨め。でも、もういいんだ。この力があれば何もかも手に入る。欲しかったもの全部。なんだこいつ、ウサギみたいな姿に化けやがった。これも不思議の国のアリスというわけね。さあ急がなきゃ、時間に遅れちゃうよ。私がみんなを素敵な場所に案内してあげる。素敵な場所？反応しなくていいソフィー、どうせあの世とか言うだけだ。アリス、あんたの目私が覚まさせるから。怪盗団ってみんな仲がいいんだね。もしかして恋人同士もいるのかな。ピクシー、ジャック・ランタン、アンドラス、シルキー、モコイ、アルセール、モコイ、シルキー、アンドラス、ジャック・ランタン、いただいていく。は あんた何言ってんの。カマキさんは誰を狙ってるんだろうね。私はジョーカー君が好みかな。あなたのハートもらっちゃおう。何かもらうとか言ってんぞ。気をつけろジョーカー。手強いわね。やナビ、敵に弱点はない。待って、今解析中。弱点属性は。そうだ、やっちゃ、あいつの小寝言燃やしてやれ。やけどするよ。はあ、洗脳が厄介だな。注意しろよお前ら。アリス、あんたなんでこんなこと。罪のない人を巻き込んで。別に私は悪くないよ。踊れカーブン。みんなが勝手に私のことを好きになっちゃうだけ。それなら仕方ないよね。他の女には興味ないんだって。それはあんたが改心を使ってみんなの心を操ったんじゃない。全部知ってるの。でも高垣さんが怪盗だったなんて驚き。私の改心かあなたの改心、どっちが魅力的か勝負してみる。ずっと。ちょっと何するの。
ガツンと行かせて。やるわ。こういう時はありがとね、ペルソナ。それアンガト、よろしくね。あ、敵の攻撃が来る。みんな備えて。ピョンピョン。ペルソナ奪え。ここだ。そんなに私を怒らせたいの。大変な作戦で間違いないぞ。炎上させてやれ。いいぞ、弱ってきてる。このまま倒してやれ。やってみる。まだまだ。あいつ疾風に弱いみたいだ。疾風属性のスキル持ってるか。ビョンビョン。褒めてやろう。すごいな、パンサー。おい、あのクラッカーみてえなの。アリスがポールに飛びついた時がチャンスだ。逃さずぶっ放せ。ステージに舞う紙吹雪、いい絵になりそうだ。ペルソナゲットレディ。これだ。火炎の弱点、強いけど頑張れ。バトンタイム。来い、ペルソナ。いただいていく。何するの。今だ、畳みかけろ。その調子。ここだ。ドボロにしてやる。はい、ご褒美。破壊力やばい、注意しろよ。アンガト、こいつ手のあい。いや、気をつけろ。もらった。行くぞ、食らえ。弱点にヒット。続くはなジョーカー。どうして邪魔するの。せっかく私が幸せになり始めたのに、あなたたちも私を否定するの。あの女みたいに許せない。惨めなのは嫌。なんか雰囲気が変わった。暴れ、みんな気をつけて。うわ、メルだこいつ。雰囲気が変わった。早いぞ、みんなお仕置きしてあげる。嫌だった、倒れないなんて。いただきます。どうしてそこまで。カマキさんにはわからない。蔑まれて、馬鹿にされて。これだな。され続けるのがどんな気持ちか。自分がカースト上位だと思い込んでいる不当の残酷なんだよ。いじめられて苦しんでる人がいても知らん顔して笑ってる。それだけで罪だよね。だから教えてあげるんだ。あなたたちなんてゴミ同然だって。男にすり寄ったって逃げられないね。裏切らせて絶望を与えてやると。男の子はみんな私のことが好きになるんだから。やけどするよ。ハエが弱点、強いけど頑張れ。出たろ。あー、ガチだかんね。カルメン、弱点をついたな。パンサー、まだいけるぞ。どんなもんよ。ちょっと、燃やしてる。やけどするよ。フラッカー入れ替わり。いつも狂気だな。ならまたぶちまけた。頼むよ。ソフィン、うまいぞ。その調子でガンガンやっちゃえ。いけるぞ、スロータイムだ。追撃するぞ。ジョーカーの追撃がヒット。ペルソナ、
強敵だな。気合い入れていけ。役に立てるぞ。オーケー、援護する。助かったよ。任せた。あっ、招待ジャックランタン食らえ。さすがジョーカー、華麗だな。すごいぞジョーカー、かっこいい。許さない許さない。ジョーカー体力大丈夫か。気をつけて。砲台だ。任せろ。最適解だ。ありがとね。やるぞ。サポート届け。役に立つぞ。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。頑張れ。こいつ任せて。はっ、さよ。ジョーカーが洗脳されてる。敵と味方の区別がついてないよ。黙れ。こいつ手強い。気をつけろ。敵の攻撃が来る。みんな備えて。ソフィーの気力が持たない。あんまり無茶すんな。ありがとうね。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。はっ、せっ、これだ。せよ。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。私は間違ってないはず。なのにどうして。アリス弱ってるぞ。あと一歩だ。みんな踏ん張れ。私のとき住んでた女たちに思い知らせる。男はみんな私のものにして。それがアリスをやりたかったこと。バカ言わないで。私は覚えてる。あんたが言ってたこと思い出して。アリス、なんか本当はどうしたかったの。私は…来い、アンドラス・シルキ・モコイ、アルセール・バイコーン・ピクシー。この手で行く。強敵だな。気合い入れていけ。ソフィーの体力注意してあげて。せよ。敵の攻撃が来る。みんな備えて。お見通しだ、お見通しだ。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。アンドラ・シルキ・モコイ・アルセール・バイコーン。ごめん、そうそうそう。パンサーが戦線にだ。クイーン撤退。回復はできそうか。奪え。せよ。せよ。やばい。ジョーカーの追撃がヒット。許さない許さない許さない。まだまだぶちまけ。いいものがあるな。それ攻撃に使えないか。せよ。死ね死ね死ね。来い、ピクシー。ジャックランピクシーバイコーン、ピクシージャックランタン。行くぞピクシーバイコーン。いただいていく。こいつ手強い。気をつけろ。ヘリサラ食らえ。いいぞ、スキルヒット。さすがはリーダーだ。みんな気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。行くぞ、奪え。来い、食らえ。ピクシー・ジャック・ランタン。火炎が弱点。強いけど頑張れ。ソフィーが戦場を離脱。誰か回復できないか。
これ以上やっても自分が惨めになるだけ。あんたに何が。やっぱり勝てないね、高巻さんみたいな人には。昔からそう、カースト上位の人には頭が上がらない。自分を何とか変えようってデザインを勉強して頑張ってここまで来た。それなのにあの女がまた現れて私の過去をみんなに言いふらし始めた。いじめられてた惨めな豚だって。だから奪ってやった。男も友達も何もかも。それでもまだ許せない。あの女も陰で笑ってた奴らも、見て見ぬふりしてた連中も、みんなみんな許せない。アリス、これが心の傷。この力があればみんなに復讐できる。だからいじめる側に回ったってわけ。バカ、それじゃ同じじゃない。あんたをいじめてた奴らと何も変わらない。それでいいの？そんな奴らと一緒でいいの？あんたはなりたかったんじゃないの？誰かの、ううん、自分自身の光に。平気で人を傷つける連中の言葉になんて負けないで。高巻さん、そうだ、私助けたかったんだ。私自身をどこかにいる私と同じ思いをしてる子なのに、私そうかな。高巻さん、私ね、みんなに謝って一からやり直したい。うん、きっとあんたなら立ち直れる。私もたくさん悩んだから。でもね、ここにいる怪盗団のみんなや親友のおかげで歩き出せた。あんたは一人じゃない。自分を取り戻せたら私と友達になろう。高巻さんと、いいの？もちだって、私同じ夢を持ってるヒイラギアリスが大好きなんだから。
ずい、崩れるぞ。しかしすごかったな。願いは持ち主の元へ帰ったのだろうか。うん、あそこから見えたよ。願いが戻った人は消えていってた。これで現実の人たちも元に戻ってるといいんだけど。そうね、きっと大丈夫。おい、モナちゃんどうかした？おかしい、崩壊してねえぞ。願いは飛び散ったぞ、ブワーって。いや、この世界のことだ。そういえばお宝奪ったらパレスは崩壊してたよね。いつも必死こいて逃げ出してたもんな。だが崩壊の気配など微塵もない。むしろ静かなぐらいだ。主が消えて願いが消滅してもジールは消えないのか。それってやっぱりこの世界はパレスとは違うってことだよね。まだこの事件は解決してないのかもしれんな。アリスは何か知らないかしら。現実に戻ったら本人に聞けないかな。素直に話してくれればいいが、シャドウの記憶は本人にはないからな。パンサーになら話すんじゃね。私気が合いそうだったし。大好きだとまで言っていたな。いや、もう、だってもったいないよ。アリスの才能は本物だもん。それに誰かの光になりたいって気持ちはもともと歪んでなんかなかった。最初の気持ちを思い出せば必要とする人に届けてくれるかもって。私にできることがあるかわからないけど、まずは仲良くなることからかな。すごいな。どうしたのソフィア。怪盗団の言ってた通り、ヒイラギアリスは変わった。ただ倒していたら気づけなかった。こうなるって分かってたのか。そんなことないわ。でも変われるのが人だから。変われるのが人。人の心って難しいね。何かを乗り越えて強くなれたかと思えば、ちょっとしたきっかけで揺らいだり。確かに難しい。人の心、謎だらけだ。まあ謎の量に関しちゃソフィーも負けてないけどな。いや、私は人の良き友人だろ。聞いたっての。分かってるな、スカル。やるな、スカル。それじゃあ戻りましょうか。現実のアリスがどうなったかも確かめたいし。うん、早く帰ろう。なあ、アンはあの時アリスのシャドウに怒っていたな。だが最後は晴れやかな顔をしていた。なぜだ？あいつに怒っていたんじゃないのか？そうなのか。怒りというのは
人を傷つけるだけじゃない、人を救うこともできるんだな。誰かが間違っていたら怒って、正しい道を教えてやることができる。人の心は不思議だな。おかげで貴重な経験を積むことができた。ありがとう。これからもよろしく。